インドネシア産の南洋真珠南洋真珠、または白鳥真珠は白蝶貝から産する真珠である。主にオーストラリア、インドネシア、フィリピンで養殖されている。日本では1991年に琉球真珠が沖縄県八重山列島で量産に成功し、事業化されている。白蝶貝が産出する真珠はアコヤ貝 黒蝶貝、池蝶貝などの真珠貝の中で最も大きい。アコヤ真珠の場合11の1 2ト、mm、ル以下が一般的であるのに対して、白蝶貝は1 0ト、mm、ルから1 5ト、mm、ルが一般的であり、中には2 0ト、mm、ルを超えるものもある。白蝶貝には真珠層の周辺部の色が異なるシルバーリップ種とゴールドリップ種との2種がある。酸する真珠の色も、 母貝の種類に応じて異なり、シルバーリップ種からは白色、銀色系の真珠、またゴールドリップ種からは黄色、金色系の真珠を算出する。かつては南洋真珠はアコヤ真珠との兼ね合いで10ミリメートル以上のものしか輸入されなかったが、現在は8ミリメートル前後から輸入されている。なお、共に南洋で産する真珠である白鳥真珠と、 黒鳥真珠とを総称して南洋真珠と呼ぶこともある。ありがとうございます。